面白いところでございます。まあ最前のまだ続きがございます。まあはてさて、途中から姿が見えなくなってしまった織田信雄、戦に巻き込まれて死んでしまったわけではございません。長久手での局地戦、徳川家康の大勝利にて、まあ、終わりましたけれども、羽柴と、まあ、織田の戦いが終わったわけではございませんので、長久手の戦いから数ヶ月、信雄いまだに健在でございます。信雄の居城は伊勢長島にありまして、尾張での戦いにこだわっているうちに、まあ、伊賀の方から羽柴軍が迫ってくるではありませんか。織田信雄というお人、まあ、私が思うに相手が悪うございました。まあ、戦国の世にて戦国大名として生きるならば、良き主君になれたやもしれません。織田の者たちも残さねばならんと槍を収めた信雄、まことにあっぱれでございます。何も切腹したわけじゃございません。武士たる者、理由なき時に腹を切って無駄死にでございます。まあ、総大将は責任も取って腹を切るべきか、秀吉とて主家殺しにはなりたくない、そこで三法師を身の内に、まあ、信雄には大幅な領地削減にて、まあ、織田の名前を残すことで、まあ、手打ちといたしました。まあ、こうして秀吉、名実ともに、まあ、織田の後継者と相なったわけでございます。命を懸けて戦をしようにも悔し涙の徳川家康、栄光の記憶とともに表舞台から消える織田信雄、頭一つも二つも抜きんでて天下に王手をかける羽柴秀吉、豊臣姓を賜った太閤秀吉が天下統一を成し遂げるまであと8年にございます。めでたしめでたし。ご清聴ありがとうございました。語りは私、旭堂南湖でございました。本当にありがとうございました。もののふの皆様、そして講談師の旭堂南湖先生に大きな拍手をお願いいたします。さあ、2日間にわたって行ってまいりましたワールドサムライサミット2016、大変皆様寒い中ご覧いただきまして本当にありがとうございました。それではエンディングステージということで、ここでスペシャルゲストのお二人をお迎えしたいと思います。まずはもう出とるけどな。おお、もう出とるやんか、うん、はい、清洲城武将隊きらめきダッシュの柴田勝家殿、みんな遅くまでありがとうさんじゃ。そしてこのワールドサムライサミット2016を外国の方にもかかわらず、それワールドだからな、愛し、そしてモノノフの心で盛り上げてくださいました、日本の歴史、サムライ文化に増資の深いラジオ DJ タレント、クリス・グレンソン、大きな拍手じゃ。じゃあ勝家殿のちょっと照明の当たるところに行きましょう、一緒にね。足黒いでな。はい、うん、さあ本当にお二人ありがとうございました。どうもどうもどうも、皆さんどうでしたか。サムライサミットですごいじゃないですか。うん、やっとなんかサムライが愛知に戻ったという気がしますね。そうですね、はい、まあ、今ねちょうど長くてで戦いをね見ていただきましたけど、そうですよ ね、いかがでした。あの結構そのなんかあの本格的な戦いがなかなか見えないんですよね、うん、やっぱりちょっとなんかあの映画とか時代劇ような感じしか見えないってことは、今日でまあまあ本格的な感じを見るというガチガチ音がリアルであったな、そうですよね。ね、勝家様はね、はい、ちょうどあの時代は、あ、小牧長久手の戦いはしんどるな、わし。そうですよね、なの
で関係ないですよね。でも清須会議で清須城であの清須会議があった、はい、あったからこそこの小牧長久手はあるんじゃな。ですよね。そう、しずく滝とか。それわし言われるとつらい。あ、知りたい。そう、そうじゃな。知りたくないですね。あ、しずく滝。そうじゃな。はい、しかしいろいろ考えるんじゃな、はい、こういう小牧長久手の戦いにもし秀吉がわしを生かしておいたら、はい、とかな楽しみがいろいろ膨らむんじゃな。あ、もしかしたらっていうね、うん、望みをね今おっしゃってましたけど、はい、うん、わしがおったら強かったぞ、うん、まあね、なんとでも言えますけども、はい、大切なことはやっぱり柴田勝家は愛知県の有名な武将ですから、ね、うん、知っとるかな、みんな愛知県は、名古屋市の、名東区の生まれだって知っとるかな。知っとるもの、はい、あ、もうこのねほど近いところにございます。そうですよね、はい、ありがとうございます。じゃ昨日な知事に会った時に、うん、あの三英傑ばかりじゃなく勝家も押してくださいと頼んだんだな入ってほしいですよね。そうじゃな、そうですよ ね, すね、いつも外されるうん、なぜでしょう。なぜだろうな、なぜだろうね、うん、ちょっと悲しいですよね、うん、そうじゃな、はい、これからね愛知も観光地ということでさらに盛り上がりを見せていくと思いますが、はい、どうですか、侍というものを通してこれからどんな風に愛知盛り上がっていってほしいですか。そうですよね、もうやっぱりあの本当にこういうイベント見ると、あ、そうだ柴田勝家が愛知出身とか、うん、あ、そうだ織田信長はやっぱりなんか岐阜城のイメージが強いかもしれないけど、うん、彼も実際にもちろん愛知出身、たくさんの名武将やっぱり愛知に生まれたから、はい、それもみんなが分かってほしいし、うん、それで誇りも感じてほしいと思いますね、はい、もう私たちが住んでる愛知、最近ちょっとなんかニュースであのメディアでちょっとなんかバッシングするみたいけど、うん、そのことないです。もっと自信持ってもっと誇りを感じて、そうじゃ愛知の素晴らしさを分かってほしいと思います。これからもなんか愛知の歴史文化を頑張って守りましょうね。よろしくお願いします、はい、素晴らしいですね。本当にこれをですね、もうオーストラリア出身のクリスさんに言っていただけるのが、オーストラリア出身、日本人じゃない、あ、ごめん、違う日本人ですよな、どっから見ても日本人ですな、心が日本人です。そうですな、サムライスピリッツですな、そうそうそう、頑張らなくてダメ、ね、これからも私たち地元愛知に誇りを持って、そしてもっともっと皆さんの力で盛り上げていきましょう、うん、本当に本日は2日間にわたってワールドサムライサミット2016ご参加いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうさんじゃ。そして本日エンディングを盛り上げてくださいましたグリースグレンさん、柴田勝家様に大きな拍手を。ありがとうさん、みんな家に帰るまでがワールドサムライサミットだからな。また来年かもしれない。頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうさんじゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。昨日は雨の中、そして本日はね、もう暗くなってからも行われたくさんの方ご覧いただきまして本当にありがとうございました。サムライ文化を通してまだまだ愛知、そして世界へと広められることがたくさんあります。どうぞ皆様今日の感想を Facebook や Twitter、SNS いろんなところでまた発信していただけると嬉しいなと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。どうぞお忘れ物などございませんよう、また暗くなっております会場内お足元どうかお気をつけの上お帰りください。